再来年にはもう卒業していないけどな。前から思ってたけど、サクが宇崎のこと好きって宇崎が言ってるだけだよね。そんなことはないと。多分浮かれるのもいいけど、宇崎がサクとそういう風になってもいいと思っているならちょっと焦った方がいいかもな。この人、このまま人の気も知らないでしれーっと卒業していくんだろうな。そしたら先輩。どうした？あのですね、なんか言いにくいことか？今さらなんだよ、何でも言えよ。それじゃ言います。おう。先輩、2年近くも帰ってこなかったんだから、しっかり食べなさい。よく考えろよ。お前がちゃんとしてないと、その子が変な目で見られるんだぞ。ザク、ここで何の行動も起こさず、態度も変わらず、お前は本当にそれでいいのか？新一君にとって、私はそんなでもないってことっすか？いい加減自信なくすっすよ。お前が特別だからなのかな。今俺何言った？大好きよ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 。だから最近はお前のことは本当にちゃんと考えなきゃって。先輩、宇崎ちゃんは遊びたいダブル、2022年10月より放送開始。ごめんな、花。もう一回。花、悪かった。もう一声。すみませんでした、花さん。いいっすね。初めての時より気持ちがこもってたんすね。いいっすよ、許してあげます。でも、ちょっとずつでいいから、慣れてくださいね。新一くん。